The Bird and the Bee で Fucking Boyfriend でした。ねえ、これもまあいわゆるサビのところは分かりやすいメロディーではあるんですが、メロのところがね、不思議なメロディーですね。あれどうやって思いついたんでしょうか。いわゆるコード進行の中からあれが出てきたのかな。すごい不思議。すごい不思議。これもね、初めて聞いた時、何なんだこれって思ったんですよね。聞いてるうちに慣れてきちゃったんですが、はい、なかなか素敵な曲だと思います。さてさて、3曲目日本の曲なんですが、どうしようかなと。この2曲にかなう曲なんかあったかなと思いまして考えてみたんですが、まあね、ありますよ、あるんですが、前もかけたかななんて思いながら、まあ多分かけてないんで聞いてもらおうかなと思います。これもね、とっても不思議なメロディーで、今日見ていただくのは PV なんですが、PV もだいぶ変わってます。以前も紹介しました羽鳥美穂さんですね。チボマントの、元チボマントの方。あとは、ゴリラズとかね、有名ですけども。それの、最近は上海かなで行われたディーゼルの XXX30 周年記念ですかね、のイベント用のムービーにサウンドトラックを提供されてましたが、それもとてもいい曲でしたね、はい、今日聴いていただく、バラクーダ、これもねいいんですよ。もうね、なんともつかみどころのない曲なんですが、細野さんのトロピカル三部作が聴いた時のような、ちょっとこう異国に行ったようなね、そんな感じがしますので、ぜひぜひ楽しんでみてください。それではこの絵を聴いていただいて、今週のドッツマンズショーはお別れです。それでは羽鳥美穂さん、はい、失礼しました、羽鳥美穂さんでバラクーダ、ドッツマンズショーはまた来週。バイバイ。